こんにちは、かっちゃんでーす。いやー、はい、ということで今日は先日ホームベーカリーでお餅を作ったんですけど、2合分こんな感じでちょっと板餅にねしておいたので、ワッフルメーカー、ずっとワッフルメーカーでお餅のワッフル、モッフルを作りたいなと思ってたんですけど、今日はこちらのお餅を使ってオリジナルモッフルスイーツを作っていきたいと思います。それでは早速作っていきましょう。お餅を正方形にカットし、軽く水をかけ、電子レンジで20秒ほど加熱します。ではお餅を軽く温めて柔らかくしたので、ワッフルメーカーで焼いていきましょう。このまま乗せて、レッツワッフル。少し待ちたいと思います。はい、では今5分くらいですね、焼いておいてちょっと湯気が出てきたので開けてみます。場外ホームラン。おお、あ、取れた。こんな感じで焼けております。じゃあどんどん焼いていきましょう。2回目オープン。おお、いい感じ。あっつあっつ、こんな感じで焼けております。はい、では今モッフルが焼けたので、四隅の飛び出た部分は綺麗にカットし、1枚のモッフルを中心でカットします。カットしたモッフルを半分に折り込んで四角形のボックス状にします。1枚のモッフルを底に入るように形を整え、ボックス状の形にします。このような感じで箱型になったらアルミホイルで囲いをします。はい、ではボックスモッフルは完成です。生クリームはお砂糖を加えてホイップしておきます。生クリームを泡立て終えたので、先ほどのボックスの中に盛り付けていきます。生クリームを入れて、缶詰のリンゴ煮を中に並べていきます。ちょうど入るサイズにカットしたモッフルを入れて、さらに生クリームを入れて、アイスクリームを敷き詰めていきます。あー、ちょっとこれは緩くなりすぎたか。上から細かく切ったリンゴを散らして、シナモンシュガーをかけて、蜂蜜、はい、ではこんな感じでオリジナルモッフルスイーツ、ハニーシナモンボックスモッフルの完成です。こんな感じにできました。やばいやばい、溶ける前に食べないと。アイスがちょっと溶けすぎてましたね。おお、うーわ、モッフル。意外とモッフルってこう冷たいものと一緒にしても固くならないんだな。モッフル初めて作ったんですけど、角餅で美味しいですね。またね、お餅とは違った新しい食感で美味しいございます。蜂蜜シナモンがマイフー。味は美味しいんですけど、冷たいようなものを入れない方がいいかもしれないな。ちょっと溶けにくいものを入れた方がいいかもしれないです。アイスとかはこう上にちょんって乗せるだけくらいがね、いいような気もします。いいような気もします。作ったやろ、あんた作ったやろ。でもこのアイスが染み込んだとこは結構旨味の極みですね。旨味、この底っちょの染み込んだとこめっちゃ美味しいです。はい、ということで今日はモッフルでオリジナルハイブリッドスイーツを作りたく、ボックスモッフルを作ってみた動画でした。なんかこうね、全部食べられる容器的なスイーツを作りたくて作ってみたんですけど、ちょっとアイスクリームはやっぱ溶けやすいんで、細かく切ったモッフルを入れるとか、ちょっと上にアイスを乗せるくらいがいいのかなと思いました。モッフル自体はね、めちゃめちゃ美味しかったです。皆さんもワッフルメーカー買われた方とか、ちょっとやってみたいなって思う人はぜひ作ってみてはいかがでしょうか。じゃあご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価お願いします。シャバダバイモッフル。やっぱスイーツは苦手だな。